ここは夜な夜なプロ野球 OB がやってきてはあの頃の野球の話を魚に飲む居酒屋。彼が海外やって平気になったのは僕のおかげですよ。これはそういうことですね。はい、OBTV。皆さんこんにちは。OBTV おかみの古田千佐子です。よろしくお願いします。今日のテーマは、孤高の天才前田智則の凄さを語ろうです。よろしくお願いします。彼は絶対バット人にあげないです。あ、そうなんですか。多分世の中に彼のサインバットってまず出回ってないです。へー、僕らチームメイトでも彼にバットくれって言えないです。へー、そう。普通多分世の中にプロ野球選手のサインバットって結構出回ってると思うんですよ、どんな選手でも。うん、まあそれこそ王さん長嶋さんとかクラスになったらもうあんまりないかもしれないですけど、ただもうしょうもない野球選手ならもう山ほど出回ってるんですよ。僕のサインバットなんか何もでももういっぱいあげてたからみんな山ほど持ってたんですよ。うん、はい。しやけど彼は絶対バットあげないですから、世の中に多分彼のサインバットってまずないと思いますよ。だから鑑定団に持って出てくる人がいたら、うん、多分すごい値段つくと思います。確かにそうです、ね。多分あれ彼にサインバットもらったら誰もいないと思いますよ、世の中。ちょっと面白いですね。プライベートのそのやっぱりその選手としてはこだわりがものすごく強くてっていう感じですけど、プライベートの素顔みたいな部分って。西山さんご存知ですか？結構、いや最初はね本当に普通にあれだったんですよ。そのよく喋って明るい子だったんですよ。でやっぱりそのどうかな、ある何年目ぐらいだろうかな、そっからあんまりもうこうなんかこう固くなな、ああいう風な感じになっていったんですね。ちょっと寡黙な、ちょっと、うん、まあそういうイメージがついちゃったんですよね。だから彼がね若い頃いうのは、僕ちょくちょく僕のとこ家来て飯一緒に食べたことあったんですけど、あの 家近かったから、家近く住んでたから、彼一人もんだったから、その頃まだで、あのお前今日すき焼きやけど来るんなら、うちは米ないから、あの僕お酒飲むから大体米いらないんですよね。でだから米炊かないから、米自分で米だけ持ってくんやったら来いよって言ったら、普通に白いご飯持ってきてましたよ。で普通に一緒にあのすき焼きとか鍋食べたりして、で彼はお酒飲まないから、はいはい、彼は白いご飯持ってきたら白いご飯黙々と食べるんですよ、おかずとで。そうなんですね。ようそういう話して、だから最初本当に家も近かったからね、結構よう付き合いあったんですよ。はいはい。彼最初の時ってプロ野球入って海外行くんが嫌やったんですよ、とにかく。おで、あのフロリダ教育リーグっていうのがカープはあったんですけど、それもう行かないかな、彼はそんな行かされんやったらやめますって言うたんですよ。待て、うん、まあ、それぐらい海外行くん嫌だったんですけど、それが彼がプロ入って何年目だろう、あれ僕がちょうどねラスベガス遊びに行くんに、オフに、はい、彼に行こうやと一緒に、はい、海外面白いから一回とにかく騙されたと思って一緒に行こうって言うんで、うん、あの一緒に行ったんですよ、ラスベガスで、うん、遊びに1週間ラスベガスと、パームスプリングスと、うん、でロス回って帰ったんですけど、うんうん、だからそれだけ嫌がってたのに行って楽しかったんでしょうね。もう次の年から僕なんか誘わずに自分だけとっとと行ってましたよ。今はもうキャンプ取材で結構メジャーの取材だったりで、でも海外飛び回ってますよね。楽しい。だから彼が海外やって平気になったのは僕のおかげですよ、これは。そういうことですね。はい、彼が本当に嫌がってんのを無理やりから付き合えるって思いっきり連れて行ってラスベガスまで、で彼はもうゴルフ好きだったから、でパームスプリングス行ってパームで3日2晩毎日ずっとゴルフ2ラウンドずつぐらいしてて、いろんなゴルフ場でもうそれが楽しかったんでしょうね。うん、だからもう次の年から僕なんか誘ってくれないんですよ、自分知り合い社長と。私実は前田智則さんは2度ほどトークショー あの MC アシスタントさせてもらったことがありまして、でその時の夢は、あの子供2人
あ、子供3人いらっしゃって、あの一緒に、ま、回ること、ゴルフラウンドすることって言ったりとか、まさにあのゴルフクラブのこだわりがすごいと、行かれてるゴルフショップのスタッフさんがもうグリップから何から前田さんのこだわりはすごいですっていうのを言ってたので、バッチリですね。だからもうやっぱり野球やめてからはもう本当にゴルフ、まあ現役の時からそうですけど、もうゴルフが大好きだったんですよね。はいはい。で、アキレス腱を切った時に、やっぱりリハビリしなきゃいけないじゃないですか、やっぱり。その時にやっぱりゴルフ場をずっと歩いてたらしいですよね、ゴルフどちらやりながら、ゴルフ好きやから。だから彼、そのアキレス腱切る前っていうのはゴルフまだ100ぐらい打ってたんですよ。はい。100、まあ90から100の間ぐらいですよね。大したことはなかったんですけど、アキレス腱切って復活して、そのオフ、ゴルフ行った時には、もう70パープレーぐらいで歩いてましたから、その休んでる間にむちゃくちゃ上手くなってました。なんか、もうゴルフが前田さんを支えたんでしょうかね。で、やっぱりそれからもうずっとね、もうだから野球やめてからは今頃はもう逆にあのゴルフの競技に出てますよね、アマチュアの競技。はい、日本ミッドアマとかももうあれじゃないですかね、予選通って出てると思いますけどね。だからすごいですよ、何さしてもやっぱ極めるまでいっちゃいますよね。わあ。すごい。西山さんは根本さんを最強打者に挙げてたと思うんですけど、前回の、僕はずっと言ってるのは右バッターの落合さん、うんうん、で左バッターの金本、前田、この3人がやっぱりすごかったと、やっぱそこには並んでくるんですね、対戦した中でね。でやっぱりそのみんな一緒なんですよね、共通するのはやっぱりポイントが近い。もう本当にその見逃すんだな、打たないんだな、キャッチャーが取りかけた時にバット出てくるんですよ。だから本当にポイント近くて、僕らが取る寸前にバット出てくるからもうミット叩かれそうになるんですよね。それぐらい。ただその3人はそこで間に合うからすごいんですよ、普通のバッター間に合わないですよ。これまあ説明したらまた長なるんですけど、まあしませんけど、普通のバッターなら間に合わないところに出てくるから、やっぱりすごいなっていう、もうその3人だけですね、あのポイントで打ってたのは。はい、そろそろちょっとまとめのお時間です。はい、では最後に OBTV 格言ということで、今回まとめる締めの一言をもらいたいんですが、西山さんにお願いします。格言、はい、いやそうですね、やっぱ現役時代に今のあの笑顔を見たかったですね。いただきました。ありがとうございます。どっちが本物の前田智則なんだ。そうですよね。もう甘いものとかもすごい嬉しそうに食べてらっしゃって、そう。現役時代声的に声は聞いたことなかった。あ、むしろ、うん。ほとんど声聞いたことなかった。今のこのテレビだったりね、なんかうん、ね、解説とか楽しそうに古田さんとされてたりしますもん、ね。うん、テレビって怖いですよね、人間はそこまで変われるんですから ね人間がそこまで変わるテレビって怖いなと思いますよね。怖いです、確かに。ということで今日もありがとうございました。はい、どうも。現役時代に今のあの笑顔を見たかったですね。